から始まるという攻撃です。なお先ほど その大谷選手の話ですけども、あの東京ドームで投げたのは3月21日の楽天戦だったんですが、1イニングでしたね。14球1安打2三振で157キロ計測しましたですね。さあ武田のピッチング、先ほどツーベースを打っています村田。これもいい当たり、センターの陽大館の上田、フェンスダイレクト、二塁に向かってますが、いいボール返ってきましたが、村田一生懸命走りました。ちょっと残念そうな陽大館。村田は2打席連続ツーベース。やっぱり力ありますね。クッションボール取って陽大館肩を見せる絶好の場面だったんですけど、逆に一塁寄りにそれていたらちょうどだったんですけどね。でもなかなかね、はい、あそこの打球でアウトにするっていうのは難しいですよね。それはそうでしょうね。